ティンダバナからの蘇内地区の眺望。ティンダバナは沖縄県八重山郡与那国町の与那国島中部にある断層崖の交差によって形成された地形である。ティンダハナタとも呼ばれる。2014年10月6日付で国の名勝に指定された。与那国町西部にある蘇内地区の南西部に屏風のようにそびえる標高85メートルの崖で、集落との間は高さ約70メートルの断崖絶壁をなしている。このため、ティンダバナは、蘇内地区、南太浜や、東、シナ海を展望する天然の展望台になっている。サンゴの隆起及び浸食によって形成された地形であり、下層は、八重山層群、上層は、厚さ約20メートルの琉球石灰岩層からなっている。両層の間からは豊富な湧水が湧き出しており、この湧水は下層の八重山層群を浸食して随所にノッチが形成されている。15世紀末の女性首長、三愛磯場の住居であったとの伝承がある。また、ティンダバナにある犬岩と呼ばれる岩屋には次のような犬祖伝説が伝わっている。久米島から首里に向かっていた弘農船が遭難して無人島であった。与那国島に漂着した。遭難した船には多くの男と一人の女、そして一頭のオス犬が乗っていた。ある夜からオス犬は男を次々に噛み殺し、残った一人の女とこの洞窟で暮らし始めた。ある時、遭難した小浜島の漁師がこの島に流れ着き、女に出会った。女は猛犬がいるからすぐに島から離れるように忠告したが、女の美しさに惹かれた男は犬を殺して、女と夫婦になった。女は犬の遺骸をどこに埋めたのかと問いただしたが、男は決して答えなかった。月日が経ち、夫婦は7人の子を設けた。ある日、男がふとした弾みで犬を埋めた場所を女に告げると、女は姿を消し、翌日、犬の遺骸を埋めた場所で、犬の骨を抱いて死んでいるのが見つかった。与那国島の住民は、この夫婦の子供の子孫であるという。ティンダバナの湧水は、毎年旧暦8月に行われるアラミディという、祭祀行事で、年の初めの水を汲む神聖な場所となっている。ありがとうございます。